ういっす。ありがとうございます。いや、オッティさ、俺、お、言ってるね、言ってるね、グイグイ言っちゃいました。サッカー選手、お酒強いって言ってたもんな。はい、もう喋っちゃおうかな。おぉ、喋っちゃおうかな、はい、今日は喋っちゃおうかな。喋っちゃおうかな、はい、うん、まあな、昨日満月やったからな。そうなんだ、ね、それは知らない、それは知らない、昨日満月、昨日な、うん、まあ、それは置いといて、うん、じゃあ、オッティ、じゃあ俺はこれはちょっと聞きたかったけど、はい、お、だまず俺はなんかこのね、アジアで、はい、アジアのプロサッカーリーグを回ってサッカーしてる選手ってことを俺は知らんくて全然、うん、それなんでかっていうと、日本にいたらやっぱな、普通になんか高校行ってインターハイとか全日本選手権とか行って、その後 G リーグ行って全日本選手、全日本代表や、そういう風になりたいみたいなサッカーのやつあるやん、はい、だからそのそうじゃなくて、もっと違うそのアジアのプロリーグに行ってやるっていうその選択肢を知らんかったんだよ、うん、でまずそれにびっくりしたっていうのと、どうやってやってんの、うん、どうやって行ったのって思うよな、それ、うん、2番目に、うん、多く聞かれる質問です、それ来た、2番目きっちりね、さっきの1番目のやつなんでカンボジアなんですか、これ一番多くて、それがさっきのやつな、この、うん、その2つ目の質問はもう2番目に多いです、うん、どうやってっていうきっちりやろ、きっちりですね、あの性格きっちり言ってるね、きっちり、いや、そこはな、やっぱみんな聞きたいとこやん、そうです、ね、聞きたいとこ、そう、いや、なんとなく知ってるけどちゃんと知らないっていうとこってなんかよくあるよ、そういうとこって、そう、それをちゃんと聞きたいみたいな、どうやってやるのって、人によってもしかしたらちょっと違うかもしれないんですけど、うん、たまたまインターネットで、うん、要はそのプロテストとかトライアウトでこう調べてた時に、うん、シンガポールのプロテスト、うんうん、あります いくらで氷に連れてきますみたいな、プロテストできますよいくらでっていう、そういうのがこう出てきてプランでこう、インターネット出てきて、で、あ、そこで知ったの、こんなのがインターネットで、はい、で、まあ、日本でこのままアマチュアでアルバイトしてずっとやっててもしょうがないし、うん、お金貯めてこれに行こうって思って、うん、シンガポールに最初、うん、でシンガポールで、2、3 ヶ月トライアルして、うん、まあ、チーム決まらなくて、うん、日本に帰ったんですよ、うん、その時は、うんうん、でも思ってた通りで、うん、やっぱり日本から出ると、うん、レベル低いんですよ、そうなんや、はい、やっぱ違う、違う、あ、ほんま、うん、選手のレベルがやっぱり日本とは全然、うん、日本のレベルはもう全然、うん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 、低いんですよ、うん、あ、日本はやっぱりアジアの中じゃ、いや、日本っていうのはやっぱトップです、トップか、はい、やっぱり韓国よりもトップ、うん、韓国は多分レベル高いと思うんですけど、あ、僕の場合はシンガポールとか、まあ、カンボジアとかタイとか東南アジアなんで、やっぱりローカルのレベル、うん、ローカルのレベルはやっぱり日本より落ちるなっていう印象でしたね、なるほどね、まあその根本的なその底の底のレベルだ、そうですね、うん、で、あ、これ俺プロになれると思ったんですよ、あ、なるほどね、これいけるやんって思って、海外に出て、うん、最初シンガポールに行って、うんうん、プロ契約できなかったんですけど、うんうん、このレベルだって俺絶対プロになれるやんって思って、うん、いいね、別にだってプロになりたいんだったら別に日本じゃなくてもいいもんじゃなくていいっす、うん、サッカーで飯食ってチヤホヤされたかっただけなんだでしょ、チヤホヤされたかった最初はそれはな、絶対必要、最初は、最初は、最初は入り口なくて、入り口はそれです、チヤホヤされたかったんです、ほんとにサッカーで飯食えて、サッカーだけしてチヤホヤされてっていう環境にいたかったんで、で、ただ海外で契約で難しいのがやっぱりそこのポジションを狙ってる外国人選手との争いなんですよ、なるほどね、イストリーゲームなんですよ、うーん、タイミング
もあるんですよ。他の外人が先に決まっちゃったらそこには入れないんですよ。外国人枠があるんで。そうやな、その外国人枠があるもんな。そうです、うん、何人決まってるやんな。そうなんです、はい、でそのシンガポールに行った時もここの、シンガポール人のレベル、ローカル選手のレベルってやっぱり日本の J1 とかと比べると落ちるんですよ、だいぶ。でそこで見ると、あ、俺絶対入れるやんって思うんですけど、でもその枠を狙ってきてる外人と自分で要はポジションの取り合いをするわけです。で、トライアルでより評価が高かった方を契約できるっていう感じになるんですけど、そこの争いの時に、これ結構ゴブゴブだなみたいな感じです。外人のレベルはやっぱ高かった。そう、ゴブ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 な、やっぱりそういう外人がいっぱいいるんですよ。なるほどね。そうか、じゃあオッティはじゃあ、まずネットでそういうアジアでサッカーできるっていうことを知ったのか。そうです。なるほどな。それでそのまま何問い合わせしたの、ネットで。はい。最初はそのサイトってあれなんかこうなんとかエージェントみたいなやつ、誰かのブログとか。その時はなんて調べたんですかね、プロテスト海外みたいな。何プロテスト海外。ああ、プロテスト海外ね、みたいな感じで。あ、そうなんだよ。そしたら、シンガポールが出てきたんです。あとヨーロッパとか。シンガポールとヨーロッパも出てきて。ヨーロッパは結構やっぱ出てくるんです、留学とか。ああ、サッカー留学みたいな。なるほどな。それはそうなんや、俺検索したくないじゃん。てか正直全部怪しいですよ。なんでじゃ怪しいっす。怪しいっすよ。だって怪しいって、なんかその怪しいやつあんの。いや、特に留学とか書いてあると、プロになりたい子からして留学は興味なかったんで、そこでプロチームの練習、合格留学とかじゃなくてね、いや、サッカー留学でプロのチームに練習参加できますとかっていう、で、いくらですみたいなプランがあって、ヨーロッパでこの留学でこのお金払うのはちょっときついなっていう。だったらアジア高かったんや。高いし、そうそう、怪しいんですよ。でもアジアだったら、でプロ、そこは留学とかっていうか、プロテストが受けれるみたいな感じだったんで、そこで僕は行きましたね、最初。そこ行ってんや。ま、でもその時の金額って結構バカにならなくて、30万とかするんですよ。どこで。シンガポールのトライアル。シンガポールのトライアル受けるのに30万だ、はい。それ全部エージェント込み。込みです。チケットは、チケットは別です。チケット別だ。チケットホテル別。住まいはついてました。あ、住まいはついて1ヶ月、1ヶ月30万です。あ、トライアル期間1ヶ月あります。はい、長い。そうです。移籍期間っていうのがあって、大体リーグが始まる前後に、移籍期間が閉まるんですよ。リーグが始まる前後にね。前後に、移籍期間、選手の登録はこれまでにしてくださいっていうのがあって、ではその前の1ヶ月、2ヶ月ぐらいが、選手が流れ込んでくる時期なんです。あ、そうなんや。その時期ね。で、大体1チームあたりのテストは1週間です。1週間、1週間練習参加して練習試合とか出て、クラブからイエスノー、で、ノーだったら次の週からまた違うチームに行って、あ、そうなんや。そう、トライアル期間1ヶ月とかの間に何チームか回るんや。そうですね、3チームぐらいもあります。ダメだ。なるほどね。っていうのを最初やってました。あ、そう。それを、それシンガポールに行ったっけ。シンガポール。シンガポールで、で、その1ヶ月で、ホテル込みで30万ぐらいなんだ。そうっす。なるほどな。チケット、今は全然またいろいろ変わってきてると思いますけど、ね、あ、ほんま。昔はそうでしょ、10年、その会社って、会社、その頼んだのって、会社がありましたね。会社なんだ。そこは、海外でサッカーしたいっていう、海外で、海外の、アジアのプロサッカーリーグでプレーしたいっていう人たちの、エージェント的な、ハブ的な人たち。
それの会社、それをメインの会社ではなかったんですけど、あそのメインの会社、あ、はい、一つのそのツアーじゃないけど、まあ一つのそのプランでね、として やってましたね。お、はい、あそうなんや。で今はもうエージェントが増えてきてるんで、あそうなんや。だってオッティ最初タイでしょ、でそのあじゃあ一番最初のシンガポールのトライアルか、そうです、でシンガポールのトライアルが2回ですね、うん、2回受けていた、1年1回目行ってダメで1年またアルバイトして、うん、2回目でそこからそのままタイに流れてタイで契約できた、うんうん、その契約したのは自分で行ったの、エージェントを通したの、誰だ、エージェントは僕はずっと通したことがなくて、去年初めてエージェント、ご存知、ゴーレー前身と一緒に台湾でやったんですけど、それまではもうエージェント一切つけたことなくて、あそうなの、え、じゃあ最初 そのタイのプロリーグに行った時はもう全あとトライアルを受けると、エージェントっていうかなんかコーディネートみたいな人がいるんですよね、要、うん、は、コーディネート、はい、エージェントって、うん、選手を抱えて、うんうん、この選手が活躍すればするほど、いや報酬、選手の報酬が上がれば上がるほど、うん、やっぱりエージェントに入ってくる報酬が大きくなる、うんうん、抱えてる選手、うんうん、活躍すればするほど、うんうん、エージェントもその選手からなるほど、うん、お金になる選手になる、っていうのをどれだけ抱えれるかっていうのが、まあ、エージェントだと思うんですけど、そこまではやらないんだけど、もう、うん、いやツアーガイドみたいな感じです、うん、コーディネート、うん、要はプロサッカーチームの練習まで連れて行きますよって、うん、そうだね、うん、契約したら、うん、もうあとは好きにやってくださ い自分でな、はい、うん、まあ、そういう感じです、うん、最初のシンガポールも、なるほどなるほど、はい、もう、うん、とりあえずそこまでは連れて行くよって、はい、うん、あとはもう自分でやってくれみたいな、そうシンガポールの時はじゃあ、それが、いくらだよっていう感じ で、うん、でタイの時はそのシンガポールの方 そのコネクションで行ったので、お金は取られなかったですね。あ、そうなんだ。あ、その最初に頼んだところのそのコネクションで行ったと。そうです。あ、コネクションってまた全然別でプライベート。会社で紹介されてる。そんな感じですね。そのシンガポールの時でテスト受けてて、でそこでお世話になった人が、うん、あ、教えてくれている。そう。で、タイで日本人探してるチームがあるからそこに行った方。うん、行ったらチャンスかもしれないっていうのがあって でタイに行って、うん、でその面白かったのが行った次の日に、うん、そのタイのチームの監督とかスタッフ全員解雇になって、うん、え全員解雇、はい、